めっちゃ火ついてるやん。そりゃそうでしょ。何言ってるんですか店長。ちゃうやん、これは10年前の CM のセリフやん。だって吉野家の牛すき鍋膳10周年。あったまる。吉野家店長の大輔です。これ牛すき鍋膳、実は私これのデビュー CM に出演してたんです。10周年めでたいわ。というわけでいただきます。吉野家の牛すき鍋膳10周年。藤田さん入られます。お願いします。お客さんから店長まで登り着いて壮大な壮大な歴史がめちゃくちゃ好きじゃん。時代を感じる。で店長の写真。よろしくお願いします。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 せーので、あったまるっていうセリフです。よーせーの、あったまる。ありがとう。ありがとう。2人とも素晴らしいですね。はい、プレバックでーす。よーっ、スタート。はぁ、そう。店長。何や。全然寒そう。はぁ、そう。店長。どうした。ついに。あー、えらい。はい、カット。カット。えらい。えらい。えらい。楽しんでるぐらいにします。めっちゃ火ついてるやん。はいはいはい。スタート。めっちゃ火ついてるよ。そりゃそうでしょ。何言ってるんですか店長。いやちゃうねん、これ10年前の CM のセリフ。冷たくないちょっと一回これでこれの冷たさ検証。めっちゃ火ついてるよ。そりゃそうでしょ。何言ってるんですか店長。めっちゃ怒ってる。めちゃくちゃ怒ってる。分かってみたいな感じ一回出してみて。これ10年前の CM のセリフみたいな。何言ってるんですか店長。いやちゃうねん、これは10年前の CM のセリフ。よースタート。しゃくれてんな。ありがとうございます。ありがとうございます。ご結婚やった。おめでとうございます。おめでとう。かわいい。かわいい。ね、ありがとうございます。やった。これ有田焼の吉野家の丼で、目音丼焼いたの。いやーすごい。すごい。ありがとうございます。大事にします。一緒に食べます。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、俺やっぱ可愛いなと思ったわ。そこですか。そこ。あのね、やっぱ僕、いや、僕ね、この衣装今日かぶってね、ちょっとこう見た時になんか、51歳感というか、すげえ本物の店長みたいな感じがして、うん、店長感はすごかったです。そう、あ、ちょっとなって思ってたけど、うん、ニコルン来た時に、うん、うわー可愛いと思いましたよ。嬉しい。演技もやっぱ堂々としてて、で食べっぷりも良くて、素敵やなと思いました。嬉しい。本当に。で宮川さんもめっちゃ食べてましたね。食べました、ね、今日は食べました。いっぱい食べてたし、美味しかったよ。店長感あります、ちゃんとなんかついていきたいって思う。マジで。あったんですけど、でも CM の中だと結構私が店長
そうやね、あれなんなんあれちょっと冷たかったので、ま、だいぶ冷たかったで、うん、でも頼りがいがあるイメージ、そうですか、はい、優しかったです、やりやすかったです、まあ、その辺もちょっとね見ていただけたら面白いと思います、うん、はい、こう CM というかなんかこう、うん、なんかドラマとか、うんうん、映画撮ってるようなそんな感じでしたね、うん、うん、だからすごくこう楽しくて、うん、はい、うん、まあでもこの撮影現場で僕昼寝2回するってあんまりないんで確かにお腹いっぱいになってそうちょっとで寝て起きて起きてで普通それで大丈夫なんですけど、うん、もう一回寝ましたからね今日、うん、確かに、うん、いい日でしたね、いい日でした、うん、なんか気持ちよかったです一日、うん、楽しかったです、早く私も店長クラスになりたいです、いやまだまだよそら、うん、まだずっとバイト、いやいやそう俺が言うのもあれやけど、うん、やっぱ僕も10年経ってやっと店長で、10年前はお客さんだったけどお客さん好きすぎて店長レベルに上り詰めたところですね、上り詰めましたからねここまで、はい、じゃあまだ頑張ります、いやいやいやそんなの、はい、頑張ってください本当に昔はだから先輩となんか遊びに行ったり旅行行ったりとか、うん、例えばお店の予約の仕方とか、うんうん、そういうのはやっぱこう段取り悪かったらやっぱ先輩にも迷惑かかるから言うてちょっとこうまあ指導とかじゃなくてこうした方がええんちゃうのとかそういうのは言いましたけど、今やっぱりねもう51やしねもうあんまり言わないですね、それよりも現場が楽しいようなもうええやんええやんっていうぐらいにやりやすいですな感じでやってますね、昔よりかは敬語も使えるようになりましたしでも敬語とちょっと甘えるののバランスは考えるようにしてるかもしれないです、そうやね、遠すぎてもやっぱ距離感近くならないし、そうそう、なんか先輩だからこそ好きというのを伝えて、うんうん、なんか程よい甘えを出していってます、なるほどね、喋、はい、りやすいもんね、あ嬉しいです、なんかこうパッと、うん、でもこう目見てこう喋ってくれるから、ね、出た恥ずかしいからあんま見えなくなっちゃいます、あごめん、いや見てよ、いや目そらさないで一回こっち見て、いや俺も恥ずかしいなごめんね変な感じでほんまにこの10年前にあの 火ついたやつが、うんうん、でなかなかなかってそれがやっぱ10年続いてて、うん、またこのね9年ぶりに出させてもらえるというのが本当に嬉しくて、あと9年経つの早っていう確かに、まず9年前の見させてもらった時はあんま変わってなかったですよ、あそうビジュアル、いや全然もうそのほうれい線の入り方が全然違う今なんかもう三角刀が掘ったぐらい入ってるからね、いい味として、ありがとう、またでもそれをニコルンとできるっていうのが嬉しかったですね、嬉しい、いやもう宮川さんの約10年前の10年前ねあのセリフを言って恥ずかしそうにしてるところいや恥ずかしかった、うん、ほんでまたねあの監督がこう、うん、こんな感じでやってくださいっていうとこあって、多分それカットされると思うんです、どうなんだろう、むちゃくちゃ恥ずかしかった、俺なんかギャグ漫画みたいでしたね、なんかあって、うん、食べっぷりかもしれない、確かにあのバウンドさせて食べる時はやっぱ、うん、絶対お家で見ててもお腹が空いちゃうくらいやっぱそう食べたなると思う、食べたくなるな、うん、あの一回卵バウンドさせてるのがやっぱ幸せですよね、うん、そうそうほんまにそこです、お願いします、いやこれはやっぱりニコルンちゃん、でもほんまさっきもニコルン言ってましたけど、うん、やっぱり火がついててね、うん、あったかいやつなんで本当に寒い時に、うん、そう、うん、行ったらいいよね、じゃあ本当にあったかいご飯食べた方がいいです、そうそう、やっぱ忙しい毎日をね、うん、過ごしてるとちょっと冷たいご飯食べちゃう日がなんかちょっと切なくなるじゃないですか、切ないよね、お腹空いたけど、まあ、冷えてるけど、まあ、食べる、うん、じゃなくてやっぱあったかいご飯を食べてエネルギーをもらいに来てもらいたいので、はい、牛すき鍋膳ぜひ食べて元気出してください、来てください。